長野県高山村にある福島正則会駅後の住居跡、高井寺の看板。長野県高山村にある福島正則会駅後の住居跡、高井寺の三門校井野藩は、信濃国高井郡に存在した藩。藩庁は、現在の長野県上高井郡高山村堀之内に置かれ、校井野陣屋と呼ばれた。藩主家は、福島家。領地は、現在の須坂市、高山村、小布施町、中野市、山ノ内町にまたがる。藩祖は、豊臣秀吉に仕えて、賤ヶ岳の七本槍の一人に数えられた、福島正則である。正則は秀吉より、尾張清須に20万石を与えられていたが、慶長5年の関ヶ原の戦いで、徳川家康に味方したため、戦後に、安芸広島藩498,200石に加増移封された。しかし、元和5年、広島城の無断修築を武家諸法度違反として改易され、改めて、信濃国高井郡2万石、越後国魚沼郡2万5千石の捨て扶持計4万5千石を与えられることとなった。この時正則は、嫡男の福島忠勝に家督を譲っているが、その忠勝が翌年に死去したことから、正則は魚沼2万5千石を幕府に返上している。なお、高井郡は北信地方全体を指す川中島4郡の一部であったため、正則の改易典法後の放置を信濃川中島とする資料が多い。寛永元年に正則も64歳で死去する。この時、家臣団が正則の遺体を幕府の検使である堀田正吉が到着する前に火葬してしまったことから、またも法度違反であるとして、残りの2万石も没収された。ただし、正則の功績を考えて、幕府は正則の罰子である福島正利に3,112石の所領を与え、旗本として存続を許している。寛永14年、正利は死しなく死去した。これにより福島家は断絶したが、天和元年に正利の甥、福島正長の長男の福島正勝が2千石の旗本として取り立てられ、福島家は再興された。外様。4万5千石2万石。正則忠勝以上で2万石。その他に、越後国魚沼郡に2万5千石。ありがとうございます。